違う。デミトリ・デミグラスクキー君。あら、私、その新聞に載ってる人だと思ってんだ。見てよ。似てる？髭生えてる？輪郭も全く違うんだよ。うん。いや、すごい勝手な推理する。自分の顔も革命。うざいな。あ、確かにね。乗ってないよ、密航してんだもん。ごめんね、それは。あれは嘘ですね。あ。書いてあったんだ。しっかりこれからの予定も言ってんだ、この人。革命家さん。やべえな。そいつもそいつでやべえな。本当そう。でも新聞に書いてあること言っただけじゃん。私を勘違いして。破壊活動ですって。目的一緒やん。戻ってきたばかりなんだ。うん。アフガニスタン聞いたことないんだ。知らんか。さすがに。あ、ありがとう。新聞くれた。ありがとう。大事よ、結構。何？裏面なんて書いてあるの？気になる。裏見たい。話し終わったら恨みを。調べてたことは何ですか？何調べたんですか？うん、被害者のこと。あった？はい。なんだ？うん、書いてたね。うん。許されないと思うよ。さっき言ったもんね、さとちゃんが。許されないよって。あ、読んじゃったんだ。もうあなた読んだんだ。すげえ。頭いいじゃん。さとさん、投げ飛ばして。こいつも投げ飛ばして読んだよ、こいつ勝手に。人の。さとさーん。やべえな。佐藤さんももうなんかもう洗脳されてる。佐藤投げしたって、名探偵に。はて！くそ！とぼけやがった。はてだってよ。ずりな。なあ。うん、終わってんね。うん。読めないんですか？簡単なやつだけ、あ、そういうことか。腹切りは読めんだ。それはちょっと、結構前の言葉じゃない？感じだらけだったね。やばいやばい、笑い出した、笑い出した。あ、急になんか大笑いし始めちゃった。やだ、もうこの人と話してると頭おかしくなりそう、マジで。え、読んでくれんだ。佐藤さんは読んでいいんだ。はい。なんて書いてあるの？午前1時23分。低い口笛のような音を聞く。はい。口笛。うん。低い口笛。もう一つは？うん、あ、マダロの紐だ。通気口にマダロの紐を目撃す。ほう。マダロの紐。私は知ってるぞ、マダロの紐。教えたろか？
ちらですね。隣が誰なんだろう。隣誰？気になる。うん、まだあの日もね。あら、失礼しちゃうんですか？どちらへ？はい。気になりますね。ああ、調べてくれるんですか。船酔いすんだ。早くじゃあ、船降りた方がいいよ。お、行くんですか？うん。いやー、任せられないなー。一緒に行っていいですか？え、ダメ。なんで？確かに。隠して。なんか隠したらもっと犯人っぽくなんな。隠してほしい。犯人じゃないんだってば。まあね、あなたですよ、犯人って言ったのは。え、やば！こいつとぼけてやがる。こいつとぼけてんな。え、言ってないの？言ってないの？犯人って言ってないの？あなた。うん、さっきも言ってた、でも。あ、もしかして、とぼけてる？とぼけてるだけ？この人。本当に言ってないとかじゃなくて、とぼけてる？ただ。あ、スサトちゃんもそこはさすがに言ってくれんだ。ありがとう。ムカつくわー。冤罪ですよ、これは。完璧な。どうも君は犯人にしたらピンとこない顔をしてるからね。うわぁ、顔で言ってんなぁ。顔で犯人決めてます、この名探偵は。クズ名探偵。うわぁ、人を犯人にしといて、それはそれ、これはこれだって。やだなぁ。やな弁護士みたいだわ。やだやだ。なんだ？犯人なら犯人らしく。楽しく転がってるわい。うわ、ムカつく顔した。今見た煽り顔。今の煽ってる顔見た。くっそ、ムカつく。ぶん殴りて。あまりにもひどいよ、ほら。笑いやがって。早くさっさと出てけ、マジで。笑いやがったな。お、なに？出ていいの？さとちゃん。いいの？隣って。いいの？おう！何したん？なんで投げた？なんで投げた？なんで投げた？さっきからあなたも犯人扱いしてたよね。ひどいよ。ただクローゼットでさ、寝てただけなのにこっちは。くっそー。お前も許さないからな。うん、行こう。隣行こう。うん。あるはずだよ、絶対。君ら子、頑張ろうぜ。おっ！なんか増えてる。増えてるよ。どなた？やっぱあの人あの人だよね。あの人あの人だよね。マジで名前思い出せないけど。警察の方だよね。見覚えあるよ。スタッフさんも知ってんじゃない？見てみて。顔見てみて、ほら。見てみて。こっち向け。こっち向けメガネ。すいません。あ、見た。もしかしてまた船員になんか潜入してる？見覚えあるね。見覚えあるね。右手がなんかもう癖になっちゃって。ずっと曲がってんもん。それ布かけてた手だよね。まさか。あ、やばい。血吐いちゃうよ。血吐いちゃったよ。間違いない。わ、細長刑事ね。そう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 。マジで思い出せなかったけど。あなた、あなた。知ってるよ。お久しぶりです。どうして？
心臓止まった一瞬。死んだね。一瞬死んだね。細長さん。またまた特務指令起きてんだ。何があったの？好きですね。はーい。お。またなんかこの人なんか助けてくれたり敵になったりするからさ、ちょっと信頼できないのよ。大丈夫かな？これ話す？話した方がいいの？なんか話長そう。まあいいか、特務指令って何受けてるんですか？教えて。何受けてんの？そんな格好なさって。また。何？あ、教えてくんないタイプ。え、なになになに？また？なんかした？なんかしたの？あら！護衛だったんだ。そうなるとやっちまってるよ、あなた。うん。うんうんうん。暗殺こと、暗殺されることなく。あら、暗殺されるかもしれなかったってこと？もともと。うわぁ、それ結構重要じゃない？そう、こそんな可能性あったんだ、あったのかっていう話ですよ。うん。暗殺されるかもしんないっていうのをね、考えなきゃいけなかったんだ。ああ。ああ、また潜入してたんだ。でも護衛できなかったんだ。おーい。まあ確かにね。寝室内でね、殺されると思わんよ。だからもう。死なしたね、完璧に。いいですよ。仕方ない。密室ですもの。お！いや、ほんと助けてほしい。とりあえずさ、なんか手錠外してくんない？なんかできるっしょ。手錠外してくんない？死について調べてます。はい、やはり。犯人はあなたじゃないですね。はい、あなたじゃないです。私じゃないです。絶対だよ、絶対。あ、もう、佐藤さんも信じてくれてるってことでいいのかな？犯人じゃないって。もう、ちょ、許可いただきたいです。あら、ダメなの？まあ、確かにね。確かに。はっ！荒くれ者！荒くれ者が、あれ？荒くれ者だ。あ、船の名前、荒くれ号みたいな名前じゃなかったっけ？あ、その荒くれか！そうそう、それが言いたかった。引っこ抜いてしまうのね。やめて。また殺人犯というわけですか。まだ思ってんですか。可能であれば？お、説得の材料。ほう。何か証拠があればいいんですね、やっぱりまた。根拠。隣の寝室を調べる必要がある根拠。わかりました。私持ってます。持ってます、持ってます。うん。教えたろ？ヘビのこと。お、突きつけましょう。うん、やってきたよ。突きつけていいんだね。目に物を見せて差し上げるんだです。差し上げようやないかい。根拠、根拠。合います、根拠。もう私はわかってるよ。
なんだっけ、なんだっけ、これ。じゃあちょっと突きつける前にね、突きつけたらもう隣行っちゃうからね、私は分かってるんですが、どれかな、こちらのどれかを細長のやつに突きつけて、隣の許可を、隣の泉質を調べる許可をもらおうと思います。じゃあねー。